こんにちは、ハンドメイド作家のみかこです。いつもご視聴ありがとうございます。お久しぶりです。1ヶ月ぶり、いや間に星野源さんのうちで踊ろうに自分で振りをつけて踊っておりますので、2週間ぶりぐらいになります。お恥ずかしながら自分で振りをつけて踊っておりますので、概要欄の方にリンクを貼っておきますので、よかったら覗いてみてください。さてさて、毎日投稿4月もやりきりました。ありがとうございます。2月の17日から毎日投稿しておりますので、約2ヶ月半続いております。ぶっちゃけ疲れました。編集に飽きましたね。いや本当、世の中の YouTuber さん本当に地道な作業を毎日されてて本当に尊敬しております。そしてですね、私のチャンネルの方も、約2ヶ月半毎日投稿しておりまして、動画の本数が100本になりました。そしてこの1ヶ月で、4月1ヶ月だけで再生数の方は、平均60ぐらいになっております。そしてチャンネル登録者様の方も17名増えました。登録してくださった方ありがとうございます。本当に感謝しております。途中でアンチが出てきまして、動画を投稿するたびに低評価を押していかれるという、本当にもうこう作品を山のように作って、作品を作って、動画の撮影なんかも何回も撮り直して、やっと編集まで行って、編集も4時間ぐらいかかっていつも毎日編集しているので、その大変な時間と労力に対して低評価をポンと押していかれると、本当にこうやる気が失せる、そして気持ちがなえる、そして結構引きずりますね。引きずっちゃって、こう撮影してても声が暗くなったりですとか、うわもう本当に辛い時期があったんですが、見てくださっている方、そしてチャンネル登録をしてくださった方のおかげで、なんとか励みにさせてもらいながら頑張っております。本当にありがとうございます。そして5月もなんとか毎日投稿やってみたいなと思っております。5月は、夏っぽくレース編みの作品なんかもあげながら、やっていこうかなと思っております。そしてダンスの方も、次はハウスダンスを踊ってみたいなと思っております。またよかったら覗きに来てみてください。チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではまた次回、バイバーイ。